夏のボーナスシーズンに合わせて各社がいろいろセールを仕掛けてきていて結構熱いですよ。ということで今回はこの夏おすすめのゲーミング PC についてまとめてみました。ハイスペックモデルとコスパ重視のミドルスペック、さらになるべく価格を抑えたエントリーモデルまで大きく3つに分けてサクッとご紹介します。ボーナスも支給されたし、いい感じのゲーミング PC を買いたいなみたいに考えている方はぜひゆっくり見ていってください。まずは大抵のことがサクサクできちゃうハイスペックモデルから。私がおすすめしたいのは Core i7 と 4070Ti を搭載したモデル。このスペックなら 4K でもほとんどのゲームを快適に遊べますし、ライブ配信や動画編集だって余裕です。 AI 画像生成とかもストレスなく動かせますから、大多数の方は十分満足できるスペックだと思っています。主要メーカーのモデルをピックアップするとこんな感じ。価格だけを見ると多め 25L がぶっちぎりで安くて、私が見てきた限りこのスペックでは業界最安なんじゃないかな。ただフロンティアは CPU クーラーが簡易水冷で、メモリも 32GB とパーツ構成が充実。パソコン工房は1万円相当のポイント還元が期待できますし、ガレリアはちょっと価格が高めですが、パソコン工房と同じく1万円相当のポイント還元と、抽選に当たれば10万円相当のポイントがもらえるキャンペーンも実施中。私は見た目が好きなので多め推しですけど、アフターサポートや納品の速さ、分割手数料の有無、デザインの好みとか、総合的に比較して納得いくものを選んでもらえればと思います。今時メモリが 16GB なのは少ないと思うんだけど。と感じる方は注文時にカスタムしちゃえばいいです。もしくは7月に Amazon のプライムデーが予定されているので、増設用のメモリやストレージを買って、自分で改造しちゃうのもありだと思います。自作派の方や、マウスやキーボードなどの周辺機器を買おうと思っている方も、今はぐっと我慢して、プライムデーを待った方が良さそう。気になっているものが安くなるかどうかはわかんないですけどね。Core i7 と 4070Ti でどれくらいフレームレートを出せるかは、ブログと動画に詳しくまとめているので、気になる方は後でご覧ください。概要欄に URL をまとめておきます。20万円超えるのはちょっときついんだけど。という方におすすめしたいのが、Ryzen 5000シリーズと RTX 30シリーズを搭載したコスパ重視のモデル。パソコン工房で実施中の Ryzen 大特価祭がかなり安くて、例えば3060を搭載したモデルはこんな感じ。CPU が Ryzen 5-4500 なら11万円台で買えちゃうんです。ただこれは1円でも安く買いたい方向けで、ゲームによってはフレームレートが伸びづらかったりするので、あまりおすすめはしません。以前同じようなパーツ構成で検証した結果をブログにまとめているので、Ryzen 5-4500 が気になっている方は、必ず購入する前に確認してくださいね。私のおすすめは Ryzen 5-5600X を搭載したモデル。Ryzen 5は種類がいっぱいあってややこしいと思うんですが、それぞれのスペックをざっくりまとめるとこんな感じ。性能面では一番新しい7000シリーズが優秀ですけど、価格もちょっと高くなっちゃうのが難点。ゲームを動かす上では L3 キャッシュが重要とされていて、5600X は上位モデルと変わらない 32MB を搭載。最近はあまり見かけませんが、無印の5600もコスパはかなり優秀なんです。4500は L3 キャッシュが少ないだけでなく、中身が世代の古い Zen 2だったりで、ゲームをメインに考えるなら正直微妙。ゲームを動かせないわけではないので、何よりも価格最優先で考えるなら止めませんけどね。後からフレームレートが伸びないって文句言わないでくださいね。フル HD 解像度のモニターでフォートナイトとかバロラントをプレイしたいなら、5600X と3060で大多数の方は満足できると思っています。最新 CPU ではないことや、この先新しい Ryzen が出てきた時にマザーボードごと交換になることを受け入れられるなら、マジでコスパいいですよ、これ。もしもうちょっと予算を出せるなら、グラボを 3060Ti にアップグレードしちゃうのがおすすめ。3060と名前は似てますけど性能にはそこそこ差がありますし、レイトレーシング対応ゲームを高画質で楽しみたいなら、3060Ti を選んだ方が快適に遊べます。パソコン工房はストレージが標準仕様だと 500GB と少なくて、注文時のカスタマイズはちょっと価格が高め。なるべく出費を抑えたいなら、プライムデーで増設用のストレージを買って、空きスロットに自分で増設しちゃうのがいいかな。
万が一何かトラブルが発生すると、メーカー保証が効かなくなるリスクもあるので、心配な方は注文時のカスタムが無難ですけどね。ゲーミング PC のストレージを増設するやり方については、以前別の動画で詳しく解説しているので、気になる方は後でチェックしてみてください。CPU がRyzen 5000シリーズなら最新グラボの 4060Ti を搭載したモデルも15万円前後で買えますし、今なら5000円相当のポイントも還元。コスパ最優先でゲーミング PC を探しているなら、パソコン工房のRyzen大特価祭がかなり熱いので要チェックですよ。最後にもう一つ、なるべく価格を抑えてゲーミング PC を買いたい方におすすめしたいのが、HP の Victus 15L。主なスペックはこんな感じで、グラボは3050と控えめですが、ストレージは合計 2.5TB とたっぷり。ブログに掲載してる 20% オフクーポンを適用した価格がこちら。13世代の Core i7 と3050、ストレージも 2.5TB、無線 LAN も標準搭載でこの価格は激安です。CPU が強いので動画編集とか写真の加工とかでも活躍してくれますし、最高画質にこだわらず、カジュアルに幅広いゲームを楽しむなら十分な性能です。このスペックが11万円ちょっとで買えるのはマジでお得なので、シンプルな見た目が嫌いじゃなければ検討してみてはいかがですか?ということで今回は、この夏おすすめのゲーミング PC をサクッとご紹介しました。いずれも動画制作時点の価格ですから、ご覧いただいたタイミングによっては仕様や価格が変わっている可能性もあります。フロンティアのセールは毎週ちょこちょこ変わってますし、ガレリアもいつの間にか価格が変動してたりします。HP のオーメンも週末限定価格ですし、Victus の 20% オフクーポンも今月末までと期限に定めがあります。コスパ良さげなゲーミング PC を見つけたら Twitter やブログでも随時発信しているので、いち早くお得情報を確認したい方は、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。では今回の動画は以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。動画の感想や要望、ツッコミなど、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。